どううももですすいいつもコメンントやグッドボタンありがとうございます今回の動画では嫌われる人ほど無意識のうちにこれを相手に伝えているというテーマで解説していこうと思いますよく話しているとしんどくなってきたりもうこの人とは話したくないなって思ってきたりする人っていますよねできれば話す機会は作りたくないし 話しかけられるとちょっとしんどいから嫌だなぁみたいな感じの人って多分いると思うんですよそんな特徴を持ってしまっている人ってやっぱり周りからも嫌われていってしまいますし孤立していってしまうんですよね実はそういう状態を作ってしまう人ってあることを無意識のうちに相手に届けてしまっているんですよね本当全く意図せずにしかも 間接的に届けててしまってるんですよでもこれがもう重大なミスになってしまっててその要素を届ければ届けるほどに相手からの印象っっっててて下がっていってしまうんですよなので今回の動画ではその要素を絶対に相手に伝えないために覚えておいた方がいいことっていうことと逆に相手から好印象を得られる要素っていうのを話していこうかなと思います。 この動画を最後まで見るだけで自分が普段コミュニケーションの中でやってしまっているかもしれない重大なミスが理解できるのと同時に明日以降のコミュニケーションが相手をいい気持ちにさせられるものに変化していくと思いますのでぜひ最後まで見て参考にしてみてほしいですまず人がどんな時にこの人と話しているとしんどいなっていう風に感じるのかっていうことから考えていきましょう話していてしんどくなる人って総じて 相手の脳のカロリーを多く消費してしまう人なんですね。どういうことかと言いますと、例えば、目の前の人からいきなりペットボトルだけ渡されて、あとはよろしくって言われたら、あなたはおそらく、え何をっていうふうに悩むと思うんですよね。水を入れればいいのかなそれとも、このペットボトルをゴミ箱に捨てればいいのかな 色々考えてて脳を働かせてでも答えが分からななななくくくててててしんんどくなっってきてみたいい状態になっていくと思うんですよねもちろんそれが本人のためになると思って例えば上司と部下っていう立場で相手に考える力を養ってもらおうっていうふうに思って成長のためにあえてやっているのであればすごく素晴らしいことではあると思うんですけれども普段のコミュニケーションしかも無意識のうちにやってしまっているコミュニケーションにおいてこういったやり取りをしてしまうと。 相手からすするとししんんどいいなななっっててうう風になってしまうわけなんですよねこのように人は自分の脳のカロリーをたくさん使わなければならない人との会話を面倒だなとかしんどいなっていう風に思ってしまうってことなんですよ。これは別に相手に何かお願いをする時であったりだとか頼み事をする時だけが問題になることではないんですよね。普段の会話の中でもこの要素は頻繁に出現してきます。 僕はよくコミュニケーションにおいて相手の話を聞く能力は大事になるよっていう話はよくしてるんですけどおそらくどんなコミュニケーションの本を読んでもそれは書かれてると思うんですよねそしてその聞くという行為において一番大事になってくるのが質問力なんですよ聞き上手っていうのはすなわち質問上手ってことであり質問上手っていうのは 相手に無駄なカロリーを消費させない人なんですよなぜかというと質問上手な人って相手に対して明確に答えやすいクエスチョンを準備するからですね例えば僕が最近見かけた一例を紹介しますとある食事の席で僕ととある男性と女性の三人で話している時があったんですよその時に一人の男性が女性に対してこのように質問したんですね どういう質問をしたかっていうとあなななたたのの地元っっててどんん感じなのっていいう,うに聞いたんですよねするとその女性はすっごく困った顔をして「ええー、みたいな「<laughs> そんなこと言われても」みたいな感じで何も答えられなくなっちゃったんですよでこれ以前の動画でも少し話してるんですけど質問に答えるる範囲が広すすぎるんですね人って曖昧に聞かれても明確な答えって出てこないんですよ さらに、この質問が最もよろしくない点は他にあって、何よりも一番ダメなのが、相手への関心のなさがはっきりと伝わってしまうんですよね。これって要は、僕、あなたの地元に対して何も関心がないし、何のリサーチもしていなくて、一切考えたことすらなかったんですけれども <laughs>、あなたの地元ってどんな感じなんですかっていうことなんですよね。 これが質問するだけで感接的に相手に触ってしまってるってことなんですよね。よく成功した経営者がその人が成功するかどうかは質問を聞けば分かるよねっていうことを言ってるんですけどなぜそれが分かるのかっていうとその人が質問の前にどれだけ思考をしたのかどれだけリサーチしていたのかっていうことが見えるからなんですよ。つまりどれだけその問題や出来事に対して自分の頭で考え準備して 明確な答えをもらうために質問をしていくのかってことをその質問を通して知ることができるからなんですね本当に質問が上手い人っていうのは相手に無駄なカロリーを一切消費させず自分の思考の痕跡を全て相手に伝えることができる人のことなんですよ例えば先ほどの例で言うとあなたの地元ってどんな感じなのっていう質問よりもあなたの地元って丸々地方のリンゴが有名だよね こっちの都会で売ってるリンゴとあなたの地元のリンゴって鮮度が全然違うのかな変わってくるのかなっていうふうな質問の方が地元への関心も伝わるし答えるのも鮮度がもし分からなかったとしてもあ、リンゴの話すればいいんだってことは伝わるじゃないですかそしてあ、リンゴのこと知ってくれてるんだなとかあ私の地元に対してこういうことは知ってくれてるんだなっていうふうなことも伝わっていくわけですよねこんなふうにしっかりと自分の思考の痕跡を相手に伝えて 関心があるから聞きたいんですよっていう意思を見せていくことが相手との楽しい会話を作っていくわけなんですよこれができるだけで本当に相手の負担って減っていくし会話が盛り上がるようになっていくんですねでもこれって究極的には相手に関心を持てるかどうかが大事になってくるわけで一切人のことに興味を持てない人にはなかなかできることではないんですよねだから会話が苦手で広げていけないっていう人って相手に関心を持てていないんですよね だからとにかく相手に関心を持っていくってことが大事でそのためにも普段から意識した方がいいのは人のいいところを探すっていうそういった訓練をしていく方がいいんですよね。僕たちは誰かに関心を持てない時決まって自分のことしか見えてないんですよね。不安とか悩みとか承認欲求の枯渇であったりとかそういったものばかりが先行してしまって他の人を見る。 周りの人のことを見るっていうことを忘れてしまうんですよ。だから常に意識的に視線を自分以外の場所に持っていけるように周囲の人のいいところを探すっていうエクササイズをして視線を矯正していくってことをするといいんですね。それだけで自分以外の誰かをしっかり見てしかも悪いところではなくいいところを探す癖を身につけることができます。人は普段かから何を見ているか どう見ているかっていう2つの要素を通して自分の思考であったり選択を決めているわけなのでこの自分以外の人をを見るっっててていいいいいううここことといいとととろを探すすは絶対に意識してしほなと思いますちなみにこういう視点を変えていく話であったり自分の考え方を大きく変えていってストレスを軽減させていくそして人生が面白いぐらい楽観的に見られるようになっていくみたいな。 そういった指定の切り替え方については僕の LINE コラムの方で詳しく解説していますのでよかったら動画説明欄から参加して読んでみてくださいってことで今回の動画では嫌われる人ほど無意識のうちにこれを相手に伝えているっていうテーマで解説させていただきました嫌われていく人は相手の脳のカロリーを無駄に消費してしまう人でこういう人ほど質問がめちゃくちゃ下手なんだよっていう内容でしたね 質問が下手な人は相手に自分の思考の痕跡を見せられない人でありそれが見せられない理由は相手に関心を持って生活していないからっていうことも解説させていただきました質問って普段からどれだけ他人のことに興味を持って知ろうとしているかっていう自分の本質的な部分が現れるところなのでぜひ今回の話を聞いた上でどのように人を見ていくのかっていうことを考えてみてください ということで今回の動画はこの辺で終わりにしておこうかなと思うんですけどこのチャンネルでは自然体で愛される人になっていくための知識を人の心理であったりパターンを分析しながら解説しています僕の理想は自然体で周りから愛されながらもただ愛されるだけではなくて自分たちが関わる人たちを笑顔にしたり心を軽くしてあげられたりってことができるようになっていく状態を目指しています自分と自分の周りの人たちの笑顔を作っていけるような人をどんどん増やしていって 世の中から無駄な批判とか暴言とかそういうものに傷ついていく人を減らしていくのが目標ですそういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので僕たちの思いに共感したよっていう方や一緒に進みたいよって思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思いますではでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた明日の動画でお会いしましょうセラでしたありがとうございました